おはようございます。おはよう。どうしたんですか、そんな暇そうな顔して。めちゃくちゃ暇だったお前。雨ばっかじゃねえかお前。そんな、雨降りました今日。今日降ったで。今日降ったんですか。朝降ってなくて出てきて、で9時ぐらいに一回ぶちゃくちゃぶやっと降ってきたで。うわ、マジですか。うん。今めちゃくちゃ晴れてる。めちゃくちゃ晴れてるけど、でもまたすぐ来るでよ。あ、来ます？来る。今日は、ね、や何やってるんですか。今日は洗浄。あ、洗浄ですか。誰も洗浄だけ行くことにした。洗浄だけ。もう全く入れてないんですか。全く入れてないよ。どっから入れてるんですか。どっからって、俺7日から休みに入ってるだろ。8月7日から。8月7日。そっからねえんだよ、どこも。もう2週間くらいですか。2週間くらい休んどるな。あ、もうじゃあ最後に出たのは浜野さんの現場ですか。あ、これ最後だって。あのサービスしたやつ。しかもあれジュース2本だ。ジュース2本で、ね、日当ですか。日当ジュース2本で安い男よの俺は。160円ですか。320円か。320円。安いよ、安い本当に。まあ、洗浄は別に雨でもできる。洗浄は雨でもできるでいいんだけど、はい、それ以外ダメだよ。だいたい俺次屋根だでよ。屋根だけの現場なんだ。ここですか。お、ここの前、はい、まだあるんだけど洗ったんだけども、はい、あ、そういうことですか。先に洗ったんだけど屋根だけの現場なもんだよ、はい、ちょっとの雨でも許されんもん。あ、こういう天気はもうできないんだわ。そういうことか、うん、だって 壁だったらいいよ、外壁だったら多少日差しが出るもんで。だったらこういう天気もできるんですか。できる。でもすぐバーって来たらどうするんですか。日差しが出とるもんで、はい、よっぽど振り込まんとやれるとこはあるんだけど、はいはい、屋根だけの現場って遮るもんがないもんで。ああ、もう自分でこうやってやるしかないですか。こうやってやるしかない。あ、そうそう、乾いたなって言ったら次横に行くで、ちょこっとずつ。寺木さんが総職人になってこういうのあったんですか今まで。いや、ないぞ。あ、ないですか。梅雨の連チャン1週間とか連チャンの雨はあったけど、はい、これはないぞ。ボンから7日からこんなにずっと2週間休んどったことはないぞ。ないですね。来週からまた、しかも来週も雨ですもんね。来週もずっと、なんか晴れ間あるんだけどよ、はい、晴れ見とったよ。なんその日に近づくとまた雨になっとんだって。なってますね。なんか、あれ、また雨になっとるな。今月はやばいですか、お金。やばいよ、まだ俺一件も終わってねえでね。これはベトナム人のお金も出ねえよ。ああ、そっか。出ねえよ。もうパートどころじゃないですか。ニート職人ですか。もうちょ、パートどころじゃねえって。ニート職人ですか。9時から3時とか言ってるわけでね。もうそんな、ねえ、9時から3時もねえって。9時から3時もないですね。ねえって。なんなら一番雨降ってる時間じゃないですか。そう、無賃だ。無賃だって今日。ほんまに無賃が多いでよ。叩けて1件かな。ギリベトナム人にお金払って、はい、終わりっていう。うわー、うん、え、これ戦場でも発生してるんですよね。何を。ニット発生しとるて。じゃあ発生しとるて。6日まで塗った分と戦場2件だけですか。今このままだったら塗った分。あ、ないこっからスタート。え、こっからスタート。こっからスタートなんですか。あ、どういうことですか。俺が1日じゃねえもんでさ、俺は、はい、みんなと違うと1日じゃないんだわ。あ、ちゃんと締めみたいな感じで。そう、1つの物件でいくらなもんで。あ、そうなんですか。1日出れば金になるっていうやつじゃないんだ、はい、で、パート職には俺が決めとる。あ、じゃあそういうことなんですね。そう、へえー、あ、じゃあ本当にゼロですかこの。あのトビとかは、はい、足場班とかはあの日当っすよね。1日なもんで、はい、いいんだけど、俺違うで、1個割らんことにはそのまとまった金額が入る。そういうことなんですか、うん、あ、じゃあ本気で0円なんですか。本気で0円、ここから本格的な物件はここから。仮にじゃあ来週全雨だったとしたらもうマジで0円でしょ。来週も何本当に笑い事じゃないですね。笑い事じゃないと本当に。だからだって怒られちゃったよ俺。誰にですか。家に帰って7日から休んどるもんで。奥さんですか。おう。もう休み取るなって怒られた。まあそうですよね。ケチョンケチョンに言われた。でもしょうがないっちゃしょうがないですけど。しょうがないっちゃしょうがないだろ。昨日あの天気予報見てたら、来週の土曜日にやっと来週の晴れ見ました。おそれ28とかじゃね。28とかですね。おせえって、もう28に晴れたって終わんねえじゃねえかこれ。やばいです、もうこれやばいと思う。走りまくるしかないです。走るしかない。走らないでください。とっておきの方法があるんだよ。え、とっておきの方法がマジですか。何ですか。3回塗る1回塗りする方法があるんだよ。っていう感じで。もしかしてあれですか、高所作業じゃない。あ、こう、足を取って高所作業じゃねえ。
あ、1回でいい。ちょうど途端だろ、あれ。そうですね。そう、それ、それ。ちょうどいいですね。ちょうどいいだろ、ちょうどいい。そういうやり方もやっていかんと。はい、うん、抜けますしね、お金も。お金もバックで。お金も抜けるね。お客さん直接やりませんか。そしたらここ一軒でいいもんね。あ、確かに。うん、直接やる、一軒でいいもんね。はい、あ、材料なんてそこにはいっぱいあるもんね。いっぱいあるもん、いっぱいあるな、それで。だったらここ一軒でいい。めちゃくちゃですね。もうめちゃくちゃもん。いや、これもビジネスだね。それもビジネス。ビジネス、ビジネス。あ、大事なんですか。大事。え、マジで何やってるんですか、家帰って。家帰って、はい、ゲームだって。ずっとですか。いや、ずっとやってないな。今何やってるんですか、ドラクエの。5。あ、5またやってるんですか。どこまで行きました。5しか、やはりやるばっかりで。どの辺ですか。あれやってる今、メダル。メダルカジノのメダル。メダル。オラクルベリーですか。おお、そうメダル。ちょっと勝ったらセーブして、ちょっと勝ったらセーブしてっていう。あれオラクルベリーですよね。あ、今ちょっとモンスター爺さんがいるところですよね。そう。まあ一番面白いところですね。青年期入ってすぐ。そう、青年期入ってすぐ、あそこが一番面白い。いやー、どうしような、本当にやることね。戦場取ります。取る？と。撮るあれもないですよね。いや、カメラが怖いですよね、戦場。どこやるんですか。あ、床。あ、床ですか。床。おお。これ、うわ。え、すげえ。おお。おお、めっちゃ綺麗だね。綺麗なんだね。綺麗だね。すごい。まあ、これ洗ったら俺も終わりよ。もう終わりした。おう、戦場はあれですよね。別になんかコツとかもないですよね。ない、コツはない。そんな感じですね。おお。まあちょっと、じゃあ午後からもカジノ頑張ってください。カジノ帰りましょう、今日は。帰る？はい。もうちょっとやったら帰る。もうちょっとで帰りましょう。帰る。じゃあ、宣伝どうしよう。まだいるんかあれ。わかんないです。へい。セブンドじゃん。概要欄。概要欄。もう今多分画面に出てますよ。あ、出とるか。出とるならポチ。ワンクリック。ポチ。ま、はい、そんな感じです。求人道場と、はい、マッチング。はい。お願いします。あとなんかなかったっけ。あとあれですね。17ライブ始めたんで。なんだそれ。なんかそういうライブ配信アプリ。あれ？はい。昨日のやつ？あ、そう。お、そうか。あれ始めたんで、まあ、よかったら見てほしいです。あ、よかったら配信道場で調べて。配信道場。はい、いろいろやっとるね。17ライブで配信道場と調べて出てくるんで。本当に多分あのいつも出てないメンバーがいるんですかね。僕とかみどりちゃんとかがおるのとか、社長のお父さん出とるか。今やってますね。あ、本当に今から取りに行ってきますけど。あ、社長のお父さん、まあ、寺岸さんとかもやったらいいじゃないですか。いつも、はい、勝手に、はい、やだよとか、あのまあ多分ここからちょこちょこ出てくると思うんですけど、安井くんっていう、うん、まあ、の営業の子がいるんで、あ、まあ、ああいう子とかがまあちょこちょこ多分出てくるのかなと思います。出てくるね。多分メインメンバーあんまり多分やんないですよ。足場班とか。足場班やるかわかんないですけど、大谷さんはとりあえずやんないって言ってたんで。あ、俺のとりあえずやんない。全然ですか。とりあえずやんない。そうですね。なんで、まあ、まあそっちもよかったらぜひ見てください。そっちもよかったらぜひお願いします。じゃあそんな感じです。次はだいぶ先だね。次はだいぶ先。だいぶ先で会おうか。そうですね。だいぶ先、もう。か暇してたら。か暇してたらですね。あ、そう。天気が良くなってから。はい。で、テンションが上がっとる時にしか俺は撮れないよ。そうなんですか。もうへこんどる時に来たって。絵にならん。今へこんでます。今へこんでる。今へこんでるやつ。へこんどる。あ、それへこむだろう。わかりました。またじゃあ、お願いします。また。はい。次の動画で会おう。ヘイ。